スマブラハウスドッキリ企画、ピオネネコとヒカルはジャパニーズ小池と吉本興業どっちを取るのかドッキリ。すいません、おじさん3人です今日は。はい、ということで、今ちょろっと説明したんですけれども、ねねちゃんとヒカルくんにドッキリを仕掛けたいなと思っております。事の経緯は、まあ、木曜日ちょっと僕がプライベートでちょっと東京にいないことがあって、その時にちょっと稲垣さん動画をお願いします、またあの動画をお願いする時連絡します、あ、わかりましたみたいなくだりがあったんだよね、LINE、うん、で、うん、そうで、それみんなもいる、ねねちゃんとかヒカルくんもいる中でそのくだりがあって、で、あげ忘れちゃった木曜日、ちょっと時間が遅くなっちゃった、土曜日かな、土曜日か、そっか、で土曜日そんなのがあって、うん、そっかそっか土曜日か、で、あ、動画を上げ忘れてるよみたいなのを言ったんだよね、うん、あー申し訳、でも、あ、小池さんから来るの待ってましたみたいな、うん、あー、そっかそっかみたいな下りがあって、うん、で、まあ火曜日の夜帰ってくることになったから俺で、火曜日もスマブラハウスが上がるみたいな、で、そこでツイッターの告知とかもあるんだけど、まあそれもちょっと遅れちゃってみたいなのちょっと稲垣さんにお願いしてたんだけど、うん、まあそれでちょっとすったボンダがあって、うん、でこれなんか使えないかなと思ったんで、ちょっと今回はそれごめんねこんなちっちゃい理由であの動画のアップロードとか僕がやってるんですけど、いやちょっと吉本興業でやってくれよそれぐらい遅れんねんちょっとミスしちゃったから、ちょっとで俺が言い始めますで、そんなこと言ったことありません、ちゃんと、そもそもマジでガチ入れの喧嘩一回もない、一回もないです、うん、で、まあ公私ともに、ねねちゃんともひかるくんとも仲がいいので、そこでまあ喧嘩からそこそこ発展して、もうごめんなさい心ないこととか、なんかお金ももらってねえよみたいなこと多分言うかもしれない、お金もらってますちゃんと、はい、いただいてますし、あのありがたいなと思ってますちゃんと、で、そんなすったもんだをして、で俺やめるわと、スマブラハウス申し訳ない、もう続けられない、うん、こんだけ俺にいっぱい重しが乗っかってるなんてもうやってられない、軽いです、羽が生えてます、何でも乗ってません本当はね乗ってないです、もう無理なんだよ言います、で稲垣さんにも申し訳ないんだけど付き合ってもらって、いや勝手にしてくださいよみたいな感じにしてもらいます、まあね、はいはい、今日聞いたからマジでアドリブいや申し訳ないで新しいチャンネル作るわと俺がスマブラでそんなんできんすかみたいな、例えばね、いやだそう言いない、まあ、そんなんできるわけないでしょみたいな、小池さんだけでみたいな、でお前らどっちについてくるってヒカル君と姉ちゃんに聞きます。ジャパニーズ小池なのか、スマブラハウスなのか、吉本興業なのかって聞きます。で彼らはどっちについてくるかで、スマブラハウスの友情を確かめようというドッキリと。最低な方確かめたっすね。そう彼らにしかできません。仲のいい。そんなどっちに来るなんて場合あるかって思うけど、まあまあね。いやいや、分かんないよ、ヒカル君。まあ、いや、稲垣さん申し訳ない。俺は小池さんにお世話になってる、俺は小池さんについてくよっていう、まあ、まあ、いいやけどさそれは、うん、そう、うまいこと一回ちょっとやってみて、そうですね、はい、ちなみにレインさんには中立でいてもらいます、そう、うん、コントロールしてもらってちょっと、そう、いやちょっと落ち着いて、2人とも落ち着いてください、稲垣さんも小池さんもとか言うのでやってもらわないと、レインさんが肩入れした方に多分行きやすいと思うんだ、社員さんでもあるし、肩入れしてもおかしいしね、そうそうそう、いや小池さんと一緒にやるよとかさ、例えばいやスマブラハウスに残るよってなったら、そうですね、それは、うん、ついていきやすいじゃない、2人がもう何もあの決めない状態でいけます、うん、まあ俺は申し訳ないけど2人とも小池さんについてくって言うと思ってる俺はどっちも、もう即答だと、話してる途中に光が小池さんについてきます、そんなわけない、もうそれ大きいの分かってるよ絶対何も答えられへんよもうなんでこれからまあ稲垣さん会議なんですけど、会議でね、うん、うん、なんですけど、僕がもうかましときます一発目、はい、お願いします、はい、あの一回また外出て温めといてもらって、あのあいつの野郎どこ見せてやがったなみたいな感じのは出しとくんで、はい、任せてください、もう温めておきます、はい、ということで、じゃあ早速ドッキリの方見ていきたいと思います、どうぞ、いや視聴者の人はそうは思わねえだろ、でも別に俺の評価とかどうでもいいけど、そこだけはちょっと頼む、でそれはレインちゃんも確認して、それはちょっと俺も確認します、うん、そう、上がってるか上がってねえかとかさ、例えば俺がシンプルミスる時もあるわけじゃん、そうですね、それはあると思います、いや、やってるって俺はマジで、まあ、これ
今回はあれですもんね、その小池さんが依頼してたっていうあれだから、そうで、まあ俺が連絡してなかったのがあれかもしんねえけど、そこやってくんないと、もう俺がやれる範囲はマジ全部やってる。いや、だからそれ厳しいやったらもうだ、まだそれそのブラハウス自体それをどうするかみたいな話だから言ってるやん。僕もその忙しい。じゃあいい、別にそのだから、まあ、光とネネがいるからあれだけど、こんなこと言いたくないけど、もう別に俺、いや、そね、やめてもいいわけよ、うん、言ってるじゃん前から。別の話、別の話じゃないよ。だって俺の比重がでかくなってさ、うん、違う、俺が何にもない状態で、いやいや、そこはちょっとお願いしますよってだけが増えてくんだったらさ、いや、まあそうやけど、そもそもだって吉本ゲームがお金出すと自体は異例、まあ、その分仕事してもらっちゃう。それもできないからやってください、すいません、で他は協力できませんとか、いや小池さんの連絡待ちでとか言われて確認もしてませんみたいになったら、え、じゃあ全部俺なんってなるじゃん。いや、まあそうだけど、でも責任、それの担当は小池さん。いや、そうだけど、みんなでやろうぜっつってんの。だから僕もできる範囲で言うの。なんか手伝えることはありますよ、俺。いやいや、ひかるくん、全然そんな結構来ますよ。いやいやいや、それはヒカルくんの仕事じゃないから気にしなくて大丈夫、うん、あとおかしいな、ヒカルとかなんとなく状況分かってるだろうけど、俺だけなんでってやっぱなるわけじゃん。で、今回別に遊び行ってたわけじゃねえから、まあ遊んでたけど、まあ遊びじゃないですね、あれは。冠婚葬祭も、しかももっと前から分かったらどうでしょ。いい、もういいや、じゃあもう、柏木さんに言うわ、めんどくせえから。いいです、それで、うん、もうやめるわ。やめていいです、それでも仕事なかったらお金なけっくない。別にいいよ、俺バイトしてどうにでもなるから、まあ、結局さすがにちょっと落ち着いたいんじゃないですか、うん、ちょっと一回落ち着かないですか。いや、やってらんないっしょ、俺だけ動画上げてで、1回や2回ミスったら、俺何回だってミスった、1年や2年もやってるけど。別にミスどうなこうのこっち言ってるわけじゃないです。今小池さんが言い出しただけ。いや、そこ協力してよっつってんの。いや、するけど、するけど、吉本ゲーミング的にも。いや、それがするけど、できる範囲でするけど、嫌なんやったら。いや、別に俺辞めてもさ、その、まあスマブラハウスくださいとはあれだから。いや、もちろん、まあ俺が別に、その、立ち上げてもいいわけでしょ。まあ個人でっていうことですか。それは関係したいけど、別にそんなの一からお前もなんもないんですよ。別にいいよ、俺が今まである程度一生懸命やってきて、関係値も築いてきた人とね、視聴者の人も期待してくれてるだろうから、吉本がさ唯一こう大手を振ってスマブラできるわけじゃん。まあそうですね、それはでしょ、うん、でも俺がやるから。そっちはどっち勝手にやって、うん、ちょっと待ってください、一回話を一回落ち着きましょう。それはいや、もうだってレンジャーも知ってるやん。まあまあ分かってますけど、いや年末の企画があるからしょうがねえなと思って。なんかお互い今熱くなってるじゃないですか、一回落ち着いて話した方がいいと思うんですよ。俺だけじゃない、比重が高えのってずっと。いや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 、それはみんなそう。いや、そんなことないって。その分お金もらってる。いや、プライベートで俺どんだけ時間使ってるって。だってスマブラに、いやいやいや、だからその分だからお金やるんやったら払うし、やらんやったら払う。で、元からその動画上げるも何にするも吉本ができないから、その分小池さんお願いしますって言われてることじゃん。うん、だからその分お金払うって言って払ってるじゃないですか、実際。で、俺がどうしてもできない時はああやって言い訳されるんじゃ、まあ、これはあの、まあ、言い訳とかは一回置いといて、まあ、これあの本当に、まあ、お互いその認識の層だと思うんですよ、完全に。小池さんはやってって言ってた、で稲垣さんは連絡来ると思ってた、うん、まあ、稲垣さんも、ね、別にやるつもりだったし、小池さんもやってくれると思ってた、で別になんかどっちかが悪いっていうよりは、まあ、じゃあ今後ちゃんと交通整備をしていこうねって話だと思うんですよね、これに関して言うと。でまあ、自分も一応チェックとかはしてるん で、まあ、たまに小池さん上がってないですって連絡はしてて、ね、今回ちょっと完全に抜けてたんですけど、なんかそれをやってくんないと俺は困るわけよ、それぐらいの時は。そうですね、うん、であぐらかかるやつじゃ俺も嫌なわけ。あぐらかいてない。いや、あぐらかいてるって。かいてない、別にこっちはこっちだよ。なんか金渡してるから全部やってくださいみたいな。いやいやいや、そういうわけで。そうだから、もうそういうしがらみもめんどくせえからやめていいわけよ。だからそうやってそっち勝手にやっていいよ、そのか仕事なくなるやん。別にいいよ、うん、かまねえそれは。でスマブラハウスもやんだろ、勝手にやってくれよ。絶対俺いなきゃ回んねえからな。そこちょっとまあやるかどうかはまた置いといてですけど、どうするかは今後、まあ、将軍さんとかから俺誘われてるから、別にそっち行ってもいいわけでしょ、吉本的に。
いいだろ、まあ、そんな、なんか今そこの話をしちゃってもちょっとしょうがないと思って、まあ、将軍さんが新作に向けて新しいチャンネル、将軍さんの動画じゃなくて新しいチャンネル、編集者の人とかも見つけてるから、うん、今回のドキュメント、うん、そっちで小木さんやりませんかって、そっちもって言われてるけど、別にそっち行くから、お前らどうすんの。まあ、レインちゃんはしょうがねえけど、俺さ、うん、まあ、どっちにしろ考える時間欲しいし、こんな今パッて喧嘩して、じゃあ別れますってなって、いやもう喧嘩してとかじゃなくて、何回もこんなんあるから、そうっすけど、それを今パッて決めるの結構難しくないですか。え、どっちがとか、どっちもそれは俺お世話になってる側なんで、まあ、何も言えないですけど、いや先生、俺の気持ち的にはスマブラハウスに残ってほしいのね。こっちはこっちで勝手に好きにやるから、うん、でも一回落ち着きません、マジ。いやいいよもう、だからその年末が最後でもいいんだけど、ねえお前どうする。何も考えてない。何も考えてないな、そうだよな、まあ、そっちがって感じじゃないと思うけど、別にまあ無理なんやったら、ね、新しくやるなら新しくやるのかな、どっちかってまずこっちをどう終わらせるかみたいな感じだと。ちょっと悪いけど、あの無理だわ、今日はもう帰るんで、あの19時あの新宿だけ行きます。大丈夫です、はい、もうちょっと一旦頭冷やした方がお互いいいと思うんで、まあ、どっちにしても、うん、俺別に間に挟まれるあれじゃない。あ、そうね、そうね、うん、それは本当申し訳ないんだけど、出てる側やし、うん、そうですね対策の動画だもんね。あ、そうですね、まあ、うん、まあ、最悪もう今日はもうちょっと雰囲気的にも難しいと思うんで、それはまあ全然後日、一応まあ生配信もねえべ、今日今日ないです、他の動画のストックとかもあるんで、まあなんとかなるかなとは思う。あ、そっか、かがりのやつあるもんな。ですね、なんでそこは気にしなくていいです。ちょっと今この雰囲気で撮影はさすがに無理なんで、まあ、だからレインちゃんもさ、ちょっとあの柏木さんにちょっとまあ OK、それは全然あの話、まあ一回ちょっとみんなであの話して、うん、まあ最終的にどうするかっていうのを考えていきたいと思うので、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとなかなかね、いやあんまあんまこういうことにならないからってか初めて、そうそうね、あ難しい、ちょっと珍しい、どっちも分かるから、うん、まあ、しかもなんかどっちかが悪いっていうか、今回はちょっと連絡のミスだったと思うから、う、ね、どっちが悪いとかどっちがどうか、俺お金払んないか分からんけど、正直そのスマブラハウスが終わるとかになっても、まあ、ねねさんとかそのひかるくん、そのさっき誘われた方行くのは全然ありだと思うから、 そこは気にしないで、まあ、うん、あの2人とも活動の範囲にあるし、まあ、スマブラハウスそのまま続けていくかとか、またじゃあ MC 変えてやるかとか、またその話はあるかもしれんけど、まあ、多分正直変えたらやらないかなとは思ってはいるけど、そう、まあ、もしかしたら他の人じゃあやろうかっていうのは吉本の判断もあるから、ちょっと難しさもあるんだけど、こうなる分にはしゃあないような気がするから、まあ、むしろ今までよくこんなの一回もなかった、うん、ドッキリでーす。うん、悲しくなってきた。ドッキリ、ドッキリに決まってるじゃん。悲しくなって、一個も文句なんてないよ。悲しくなって、ドッキリに決まってるじゃん。俺怒ったことないじゃん、こんなことで。はい、ということで、ジャパニーズ小池がスマブラハウスを辞めると言ったら2人はどっちについていくのか、ドッキリを仕掛けさせていただきました。マジで普通に涙出てきた。ごめんごめんごめんねえ、普段怒らない2人が怒ると、ちょっとごめんなさい、マイクもつけてないんですけれども、びっくりなんですいません、ごめん、ちょっと心痛い、それ、え、これ心痛い、心痛い、まあ、ドッキリって意外とそういうものだからね。まあちょっと申し訳ないんですけど、いやそんなにちょっと深刻、あの対戦画面が途中で止まったんですよ。ヒカル君が止めて、いやちょっと待ってくださいって、うん、なったのはちょっとびっくりしたんですけど、でもまあなるかなとは思ってたので、いやすいません、あのお二人にちょっと事の経緯を説明すると、
まあ、全く何のあれもないです。あのじゃなかったらこんな笑顔で僕撮影してないんで。で、あの普段本当に本当に妹のように可愛がってるねねちゃんと、もう、プライベートも全部仲のいいひかるくん、公私ともにお世話になってる2人は企業の力なのか、個人の小池なのか、どっちを取るんだろうっていうのをちょっとやりたかったわけですよ。そんな選べないっすよね。であの将軍さんと何かあるからみたいな、何か俺も考えなきゃと思って、あの適当に出た言葉で、あの全然ないですよ皆さん。将軍さんすいません、名前お借りしました。これ合わせましただよね。どうだったねねちゃん。え、もうなんか本当に2人とも怒んないし、え、なんか稲垣さん本当にこれはガチだと思って。まあ普段ね、そんな言い方しないけどね、関西弁怖って思いました。あ、確かにね。めっちゃ怖かった。アホちゃうみたいな言われてて、えぇーってなってました。え、ヒカルくんどうでしたか。なんか最初、絶対ボッキーだと思って、うん、いや、これでもちょっと欲しい、マジやった笑ってたヤバい人も気づいた。思ってたんだ。そう、ヒカルくんとかさ、ねねちゃんはさ、俺がやってることも知ってるわけじゃん、その動画上げてるとか。で、その視聴者の皆さんに説明すると、木曜日ちょっとあの冠婚葬祭があって、俺がその東京にいないからアップロードできないみたいな。そう、で、それをイナには前もって説明したんだけど、また連絡するねーで言ってて、そうそう、俺忘れちゃってたんだよね。僕も忘れちゃった。そうで、あ、なんだ小池さん、言ってくれるって言ってたのに、あ、わりわりみたいなの LINE のやり取りがあったんだよね。そう、事実であったんです。別にそれでなんか確執があるわけじゃなくて全くないんだよ。で、これなんか使えないかなと思ってて、で、土曜日もちょっとお願いしますって言ってたんだけど、土曜日ツイッターの投稿なんかミスったの、俺見たの。あれ、今初めて知った。あ、本当に。なんか16時ぐらいに1回ツイッターが上がっちゃって、あ、時間設定ミス。そうで、これはいけると思って、これで重箱の隅つつけると思って。で、イナには、そ、申し訳ないんだけど、心ないこと言っちゃうかもしんないけど、ちょっと付き合ってくれっつって、で、分かりましたって言ってくれたんで、まあ、ちょっと小池の信用なのか、それとも吉本という企業のバックを信じるのかっていう。来た時に切れてたもんだって。あの、そうなんですよ。来たの時に稲垣さんが今日ちょっとね、会議でいなかったんですよ。で、それもあの理解した上で、あれ今日稲垣いないのっつって、あの野郎動画ミスってやがってよみたいなのを言った、ボソッと言って、あれでドッキリじゃないリアル感がね、マシだね、はい、ということで、結果どちらを選びました、あなた。ちなみに最後なんとか選ばせようとしたんですよ。だよね。いや、でもさ、臭くなるじゃんそれやると。で、なんかスマブラスも、あの、無理しなくて大丈夫だよ、撮影に個人の活動を考えてねみたいな話したんですけど、じゃあ今フラットに考えたらどっちですか。いや、どっちもやんねえよ、もう。ねねはジャパコだもんな。そうだよな、みんな、みんな好き。はい、ということで、ちょっとあの悲しい思いをさせてしまって不本意ではあったんですけれども、ドッキリ大成功というで、ことで、はい、ちょっとね、編集大変かもしれない、編集大変かもしれないんですが。まあでもこれ安心の涙だから。あー、よかった。そっか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 、そう、ちょっとね、怖くて、こう言い合ってる時にね、泣いたらあれだけどね。ヒカル君にはドッキリ投影仕掛けらんですね、バイト。確かにね。いや、でも操作やめたのはちょっとびっくりした、これ。対戦、フリー対戦やめたら。普通だったら。なんか、その中で対戦してる方がおかしい。ワン関節は無理やな。すいませんでした。ありがとうございます。はい、ということで、今回の動画は以上となります。ありがとうございます。